最初はピアノ、そしてさらにエレピを重ねていって、最後にソロパートで、フルートなんかもちょっと重ねていってみたいと思います。まずは普通のピアノですよね、こうやって、というような感じで、今ソロパートなんかは一番上のトップのノートでしかならないようにっていう風な設定がされているということなんですよね。はい、だから単純に重なるだけでもないってことですね。はい、あとはですね、このジュピター、やっぱり昔ながらのジュピターをご存知の方は、やっぱジュピターといえばアルペジオだよねなんていう方もね、いたりするんですけれども、はい、アルペジオ機能も多彩になってまして、例えばアコースティック系のアルペジオだったり、シンセ系の、ビキビキ言ったアルペジオだったりですね、はい、そんないろんなアルペジオが入ってるんですけど、ちょっとでは、途中でアルペジオを入れながらちょっとアコースティック系の音色を、演奏してみたいと思います。という感じですね。ただ和音を抑えてるだけなのに結構ゴージャスな演奏がこうすぐ出てくるといったような、感じになってます。はい、あとはですね、まあ、ベースのアルペジオ、このようにベースが鳴っていると、上にはじゃあピアノで、じゃあブラスも重ねていこうと、というふうな感じですね。こうどんどん音を重ねつつ、アルペジオも使いつつというふうな演奏も、簡単にできるよということになっております。はい、ではですね、次の音色は、非常にこうゴージャスなオーケストラ風の音色になってます。例えば先ほどのお聞かせ、最初にお聞かせしたティンパニーの音だとか、はい、他にもブラスとかストリングスとかをすごい重ねてある音色なんですけど、一人でこれだけできるんだよと、ジュピターはっていうような音になってます。というような感じですね。一人でこんなゴージャスな演奏も、できちゃうよということになっております。はい、その他にもですね、ジュピターのおすすめ音色というのはたくさんあるんですけれども、例えばですね、いろいろ音色は聞いていただいたので、面白い機能なんかも、軽くご紹介したいなと思うんですけれども、
ですね、ハーモニーインテリジェンスっていう、自動的にハモリパートを付加してくれるっていう、機能なんかも搭載してます。左手の和音に合わせて右手に最あメロディーにですね、右手で弾くメロディーに最適な、ハモリをつけるということになってるんです。ちょっと聞いてみてください。クラリネットの音に見事なハモリがつくということになってるんですね。ちょっと分かりやすくやってみると、例えば、右手はですねドしか弾きません、ね、みたいな感じで左手の和音を変えていくだけでこんな、いいハモリがついてくれると。このハモリのつき方なんていうのも、自由に変えられるようになってたりするんですね。はい、はい、まあかなり、すごい喋り続けてしまいましたけども、まあこんな感じでジュピター、たくさん音もいいですし、機能もですねたくさん入ってまして、一番こう新しい機能をですねこれからご紹介するんですけれども、それはですねトーンブレンダーっていう名前でして、このトーンブレンダー一体何ができるのかというところをね簡単にご説明したいんですけれども、画面の方に寄っていただけますとこんな、いっぱいつまみが並んだ画面が出てくるんですね。でほらジュピターって結構昔はつまみとかスライダーだらけのシンセサイザーだったのに、今なんでこんなシンプルになっちゃったのって言われる方もですね中には結構いると思うんですけど、実はこのトーンブレンダー一つで、一つのつまみでだいたい40個以上のパラメーターをコントロールするっていうものなんですよ。でそれアッパートーンもロワートーンもやってますから同時にやることができるので、例えばつまみを回したり、あと D ビーム、ね、これにもついてるんですけど、手をかざすだけで、90個以上のパラメーターを一挙にこうコントロールするというのがこのトーンブレンダーっていう機能なんです。なので今まで聞いたことも、例えば今までやろうと思ってもカットオフレゾナンスって言ってね、だいたい決まった動きしか、見えてこなかった 音がね決まった変化しかしてこなかったんですけど、このジュピターではですねもう手かざさないとよく分かんないぐらいありえないこう効果が得られるということなんですね。じゃあちょっと、その音色聞いてみてください。僕手かざすだけで、はい、というようにですね一個の、ただ手をかざすだけでもうすでに映画のような音楽が出来上がっちゃうというような、こんな効果なんですけど、もうレベルパン、あとカットオフレゾナンスはもちろん、カットアタックだとか、あと MFX、 それぞれの MFX なんかも全部コントロールできるようになっているということになるんですね、はい、なのでかなりジュピターのポテンシャルっていうんですかね、音もスーパーナチュラルでいいですし、このように、音作りとかね、音作りだったり、あと演奏も、かなり、いいので、ぜひぜひこう触ってね、見て、もうすぐ発売になりますので、ぜひぜひこう触ってみてほしいなと思います。今日来てらっしゃる方はこの後触ってみてほしいなと思うんですけれども、はい、はい、ということでですね、かなりこう駆け足ではありましたが、これで、ジュピター80の、ご説明、終わりたいと思います。じゃあ最後にですね、もう一回、ジュピター80でですねこう演奏して、終わりたいなと思います。
では、聞いてください。これらもですね、ジュピター80でこう演奏を重ねていこうかなと思います。ありがとうございました。